はい、今年もこの時期がやってまいりました。ノラハックチームのタッキーです。はい、ノラハックチーム松下です。はい、じゃあ今年もノラハック賞の候補作品を見ていきたいと思いますが、今年は何作品でしたっけ？はい、はい、全部で光物系ですね。全部で32作品ありました。ありがとうございます。ありがとうございます。全体211作品の中の32作品ということになります。毎年増えてますよね。そうですね、去年はですね、光物系の作品が25作品でしたので、さらに増えて光物ブームが来てるんじゃないかと。あ、いいですね。はい、はい、じゃあ野中あふれる光物を楽しみに、はい、候補作品を見ていきたいと思います。はい、はい、では、はい、今年の候補作品の一覧を表示しましたが、最初の作品は野良ハックチームの松下さんが応募していただいた光る野良猫 LED ですね。はい、そうですね、ちょっと手前味噌になりますが、私の方が応募した光る野良猫 LED ということでですね。はい、レジンを使ってこう顔のパーツですねを作っていて、これダイソーのですね、こういう形で、で売っているレジンですね。それと、まあ、M5 アトムですね、ライトを使って、光らせると、 LED でシンプルに光らせるという作品になります。こちらなので UI フローを使って、光らし方とかっていうのも変えられるということになっております。これ基板もね、一緒に作りましたよね。そうですね、ワークショップでね。はい、そうですね、はい、こちらの基板、そうですね、これだから、初めて作って、私も光を使って初めて初めての基板作りをしました。作るというものですね。はい、これすごい楽しかったので、基板作りはおすすめですね。でこういう形で基板がパチッとこう、F5 アートにはまるようになってますので、あとはね、リポバッテリーにつながるようになってますので、こちらでつなげるとこう目が光るという作品ですね。はい、でボタンを押すと光らせ方ですね、こう常時点灯みたいなのに変えたりとかっていうのもできると。おお、なるほど、いうような形になっております。これ新しいカテゴリーを作ろうという野心的な試みだったんですよね。はい、そうですね。レジン電子工作っていう。そうですね。なんか我々急になんかレジンにハマった時期がありまして、はい、レジンを使って結構、まあ、こう造形ができるので、それを使うとこうお手軽にですね、何か工作できるんじゃないかという形なので、これはぜひ皆さんやっていただきたいですね。はい、レジンタグありますので、ぜひ登録していただきたいです。はい、じゃあ次の作品どんどんいきましょう。はい、この調子でいってると多分ね、はい、1時間コースになっちゃうと思うんで、はい、じゃあ、はい、続きましての作品は、ミュージカルスケールビジュアライザードレミエールという作品になります。はい、はい、こちらも動画を見て、はい、そうですね、もうちょっと声を大きくしても大丈夫かな。でだから音を出してみると、そうですね、光に変えてみせるんですね。はい、の音階が光になるというものですね。これはなので、これ去年も応募されてて、でその時も、ね、去年のノラアクションの時にも作品の中で確か紹介したと思うんですけれども、まあ、バージョンアップしたということで、今回も応募されているという形になります。うん、すごいですよね、その光の拡散のさせ方とかも素晴らしいし、はい、形もいいっていうところもいいですね。あ、そうですね。だからアイデアとしては、音を可視化する、ライトで可視化するってシンプルなんですけど、見せ方がこうカタツムリにしてみたりとかですね、LED そのままではなくて、こう拡散させるっていう、うん、これピカピカライトさんっていう光物を、我々、ノラハクションの中でも常連、もう常連よく作品を、めちゃくちゃ作品を我々が一番見てんじゃないかと、ね、よく見てますけど、やっぱこの光らせ方とか表現がすごくうまいんですよね。これご本人の生声を初めて聞いたっていうのも、そうですね、そうですね、なので当然声ですね、歌を歌うとそこのに合わせて光るということで、 そうですね、そこもちょっとレアなものです。まあそうですね、本人が歌唱しているので、ね、やっぱり声の中には複数の、ね、音階が含まれているっていうのも、これで可視化されて分かりやすいなっていうのがありますね。はい、じゃあこちらがミュージカルスケールビジュアライザードが見えるになります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続けて。続きまして、ジュリアの鈴っていう作品になります。はい、こちらは、大晦日ハッカソンで作られたもののようですね。はい、で、まあ、ソリノイドでね、そうですね、ジュリアの鐘を叩くっていう。はい、すごいシンプルなマイクロビットを使って、こうですね、こういう、本当に鐘、鐘っていうか鈴ですかね、こう叩くと。すごいわびさびの作品ですけど。これ振動で光る。パーツを使ってるんで、そうですね、
こう使ってんのモノホンにもなんかいっぱい付けたくないですかこれ。そうですね、確かにバチ当たりですね。振動 LED ですね、そうですね。これあの秋葉原のヒゲゾーンさんとかで販売しているこう振動するとこうゲーミング的な光が出る。ゲーミングサケとか、ね、ゲーミングホタテを作ってる。そうですよね、はい、ものとあのゲーミングサケとか同じ中身の中身のそうですね。これだから本当の確かにあれですね、釣り金にあってあのゴーンって叩いた時に光ったら、いや光ったら最高だなと思って。めちゃくちゃ面白そうですよ、ね、いやマジで、はい、それの試作品の問題そうですよね。そうですジュエの鐘にこのピカピカ振動ライトをつけさせてくれるお寺さんを大募集したいですよね。わびさみのあるのもいいけどこう、ね、パーティーモードでもいいんじゃないか、カリピーでやるのでもいいんじゃないか、やりたいですよね。光ったらいいんじゃないかという意味では面白いですね、うん、確かに、まあ、これもだからすごくシンプルな作品ですけど、わびさみのある光を表現するっていうところは最高ですよね。そうですね、はい、これもとてもいい作品。ちょっとこう野心が芽生えてしまいましたね。はい、本物のでかい釣り鐘に、ね、やってみたいっていう、ね、やってみたいっていう、はい、作品でした。はい、はい、じゃあありがとうございます。はい、では続きまして、じゃんけん侍です。あ、じゃんけん侍、これもいいですよね。はい、これね、見た目がインパクトがとてもあるんですけど、はい、はい、ですね、こういう形で、はい、こう剣を振るとじゃんけん、じゃんけんこの頭の部分ですね、はい、じゃんけんがランダムにこうグズみたいな形で決まると。これは子供が喜びますよ ね。これアクションで自分で出せるそのグーチョキパを選べるといいかもしれないですね。そうですね、開発素材にですね、はい、これなんで、こう振るですね、あの振動を、振り下ろしを検知してランダムに、グーチョキパを表示する、うん、LED で表示するという、まあ、これもシンプルな感じですけれども、このやっぱあとこのね鎧兜の作り込み、あ、ね、このね、まあ、素材に段ボール入ってますけど、これの作り込みが相当大変だったので、これ書いてあります、ね、段ボール甲冑最高です、ね、そうですね、穴開け1000箇所あるみたいな感じで、ね、パーツ60パーツぐらい切り出して作ってるっていうね、このにじみ出てますね、苦労がだと思います。はい、これだから2人対戦とかするとすごい大事、ね、そうですよね、ジャンケン本当にして、そうです、負けた方はこう切られるみたいなリアクションが取れるっていう。そうですね。なのでこれはとても面白い作品です。はい、もうワンセット作っていただいて、ね、今度はペアでちょっと対戦してほしいです、ね、はい。これ対戦できるとすごい面白そうだと思います。はい。はい、じゃあということでじゃんけんだったらありがとうございます。はい。続きまして、タイマー555サーキットスター、ね、ああ、これもいいですよね、はい。これ作ってませんでしたっけ、空中配線、ね。はい。私もこれなのですごい楽しいと思います。この空中配線っていわゆるこうですね、あの回路を、それのブレッドボードとか刺して作るんじゃないですか、空中ですね、そうですね、線が空中にあるような形でこう配線するという形で作っている。でまあその上にタイマー1で壊しておくと、そのように確か使われているような、でこれを使うと簡単にここに出て定期的に点滅する、ね、これいいですね、線とかで、うん、で抵抗値変えるとこう光る、まあ、これをおそらく昔から知るんですけど、これをだからただ、まあ、それ自体を多分みんなするみたいな、見栄えが楽しい、いや最高ですね、盆栽とかみたいな感じで、これなんかサーキットスカルチャーってなんかそういうジャンルがあるんです。え、そうなんですね、はい、でこれ検索するといろんなこれの回路、あ、いろんな回路をこういう空中配線で作るみたいな、まあなんかあるうちジャンルがあるみたいな。これでもスカルチャーってこう彫刻じゃないですか。そうですね、なんで彫刻なんだろう、なんで彫刻なんだろうってことはありますけど、まあでもこれを彫刻ということにしたりとか、やっぱり空中配線ってこうなんか基盤計算みたいな、ちょっとかわいすぎるじゃないですか、ね、はいはいはい、怒られる系なんだけど、それをこう新しいカテゴリーでね、それをめでるっていうところがいいと、それがなんかちょっとね、あーとかこれなんか面白そうですね、試して作ったんですけど、何で作ったんでしょうか、ラズベリー LED、はい、我々が作ってるレズベリー LED って、で、まあ、例えばそういうアレンジもすごい生んできて、うん、あのそういう LED を変えてみたりとか、あとこの配線の仕方も別にこの回路さえあってことで光るんで、うん、あの一通りじゃないんですね、こういう見た目にならない、うんうん、やり方で自分の話を横に広げるとか縦横に隠すとかの形で、うん、あの見た目を作る回路さえあって、そうですね、そういう意味で、まあ、そういう意味でちょっと彫刻みたいな、うん、好きに彫刻みたいな、 LED 抜き差しできるというか、あの LED 検査みたいな、確かに、そうですね、そういうのでそれとどんどんちょっとインテリア感が増えてくるというのが、はい、で、
動画もちょっと動画やばいですよね、これその倍速度具合がやばいな、この速度が変わるっていういろんな場所で撮影してるってすごい面白いまあこれはこれもうエアコンで作品を撮影されてるのですので、はい、まあこの後出るかと思います。あ、そうですね、はい、これあれですかね、大垣ミニメーカーフェアでも展示されるとかされないとかっていうふうに聞いたんで、ちょっと来週楽しみにしてます。これですかね、はい、出てますね、多分出ております、はい、じゃあありがとうございます。 N255 サーキットスカルチャーですね、はい、で次が、多機能自転車用テールランプになります。あ、来ましたね、これですね、はい、でこちらがですね、はい、これレーザー光線を照射するっていう。そうですね、はい、これかっこよくないですか、なんかサイバーな感じで、そうそう自転車に、そうですね。で、レーザー、まあ光物なんですけど、やっぱね、なかなかレーザーとかは、こう作品はなかなかないので。ないですね。ですね。だし、まあこれは本当に、電子回路というよりは、この自転車に本当にこういうライトを取り付けているというタイプの光物になりますと。はい。これ防犯なんですね。そうですね。触られるとアラームが流るとかって、うん、あくまでそうですね。まあ、ちょっといろんな多機能ですね。ツイートス防止みたいな、まあ本来の、こうライトみたいな役割もありますしっていうのを、まあ、ちょっと試しに作ってみたという感じだと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、ちょっと自転車に物理的につけるっていうのちょっと面白いですよね。いいですね、はい、じゃあこちらは以上になります。はい、じゃあ次行きましょう。はい、で次はい、多機能自転車用テールランプ、ありがとうございます、はい、次は家出時計になります。あ、はい、そうですね、時間をいじる魔術師、はい、そうですね、時計、家だるまさんですね。そうですね、家だるまさんの作品になります。で、そうですね、こちらはなので時計なんですけれども、そうですね、この7セグの可能性をちょっと、ね、いろいろ感じさせてくれるといいますか、そうですね、7セグの LED っていうと、まあ、こういう感じでね、時を刻むものというのが、うんうんうん、当然だと思うんですけど、こういう感じ で、ね、バズるっていうのがいいですね。こういう、こう、そうそう、なんかディスプレイとして使っているといいますか、うんうん、結構そういうね、綺麗ないろんなものが表示できるっていうのが面白いなと思いましたね、これ。これシンプルですよね、はい、中身はね。そうですね、はい。こちらはなので、なんかいろんなあの状態というか、あの表情を見せる、時計が表情を見せてくれるみたいな形ですごい面白いですよね。で、時計が戻ってきましたみたいな感じで、まあ、一旦こう、別のモードみたいな、時計に戻るみたいな。そうですよね。それをだから動きとかじゃなくて、物理的な動きじゃなくて、このナンセングだけで表現するみたいなのがとても面白いなと思います。そうですね。これ表現力が非常に問われると思うんですけどね、はい、動きもないですし。はい、はい、そうですね。いや、すごいな、時間をこういじるっていう感覚が素晴らしいですね。はい、貸し借りをするしたりとかね、はい、では家で時計でした。はい、ありがとうございます。はい、じゃ続きまして、ピクセルアートカメラ、すべてがドット絵になるという作品になります。あ、いいですね、これもピカピカライト。あ、そうですね、これも先ほどやりましたピカピカライトさんの作品で、こちらは、カメラですねがここについておりまして、でこれでこう写した、背景ですねを、このピクセルにしてしまうと、すべてがまさしくピクセルになるというような、作品になっています。これなので、ちょうどここヨッシーとかマリオとかね、もともとピクセルの世界にあるものを、そうですね、ピクセルがこの立体になったものをまたピクセルに戻してるっていう、ちょっとなんか入れ子構造になっているっていうのが動画になってますけど、はい。だからこれ別にこれマリオとかじゃなくても当然何でも、映したものはピクセルになりますと。ね、世の中を全てドット絵にしちゃうっていうカメラっていうことですよね。これもなので、これもちょっと先ほど言ったような、なんで LED をそのまま見せるんじゃなくて、こう、ぼやかした感じにして、すごく綺麗に見せてるとかっていうところはやはり手慣れているという感じがしますよね。うんうん、これ、一歩間違うと、なんかモザイクっぽくも見えつつ、ね、その、はい、なんだろう、そうですね、少し違った使い方にもなっちゃうのかなみたいな。はいはい、例えばクイズで、これは何でしょうってこうズームアップして、はい。よくありますよね。16分割とか、なんかそういうのですよね。はいはいはい。みたいな、そういう確かに使い方もできそうですよね。これなので、プレイモードみたいな感じで、こう多分、何でしょうか、みたいなね。そうですね。まあ、自由に、見せるみたいな。まあ、こういうインテリアにしても、そうそう使えるっていうのが。誰でしょうか、何でしょうか、みたいな。はい。で、これもとても面白い作品だなと思いました。はい。いや、綺麗ですよね。そうですね。実物で見てみたいですね。あ、そうですね。これぜひ見てみたいですね。拡散度具合というか、はい。見てみたい作品ですね。はい。はい。じゃあ、ピクセンタルカメラ。ありがとうございます。はい。で、続きまして、ドデカ7セグユニット。あ、いいですね、7セグ系出てきました、はい、こちらもまたピカピカライト
さんですね。はい、ああ、そうですね。これ、やっぱりドデカワ整備っていう王道にも、そうですね。だから7セグもだからよく使われているものですけれども、そうですね。まあ単に、まあ普通はなる何かしらの数値を表示するために使われるものですけど、これだからドデカにして、かつ、この後で言ってますけど、レインボーに光ったりする、うん。まあ普通単色でしか7セグ光らない。そうですよね。大体赤とかだと思うんですけれども、ゲーミング系に、そうですね。こういうふうにいろんな色に光らせられるとかっていうのと、でかくするっていうことで、可能性、7セグに可能性がまだあるっていうね。そうですね。こんな枯れた技術だと思いますけど、うん、そうですよね。まだいろいろできそうだなっていうのが。いや、ほんとすごいですよね。価値を引き出そうとしてる。そうですよね。思いが伝わってきますよ ね。ここにも手を出しているの素晴らしいですね。これだからやっぱでかいと面白いっていうのがあるから、さらにものすごくでかくするっていうのがね、面白くなりそうですよね。本当になんか高さ3メートルの7セグですよ、ね、そこにだけでもアニメーションを加えても面白いです、うん、そうですよね。そういうのもめっちゃ面白い気がしますよね。これなので、いや、この7セグの可能性がまだまだあるなっていう、うん、あるなということで期待が続きますよね。今後の展開に期待したい作品になりますね。はい、はい、じゃあドデカ7セグユニット、ありがとうございます。はい、続きまして、バルスでメガ装置になります。はい、あ、これは光は光でも、はい、フラッシュライト で、ね、また違うタイプの、そうですね、光物っていうことで、そうですね、これカメラのフラッシュライトを使って、まあフラッシュライトが光るという作品になりますね。このバルスっていう、あの、まあ、おなじみのナウシカ、あの、ラプタのやつですね。ラプタの。はい、おなじみのバルスコマンドで目を。そうそう、メカ、メカになると。というシンプルな、これもこれまたまあネタというか、出落ち感はありますけど、うん、まあ、使っているのがちょっと光なんですけど、ここにある通り、フラッシュ、まあ、あの映るんですですね。こう物理的にこうレゴで映しているというのが、ちょっと作りとして面白いかなと。なんか、あれですよね。まあ、あの、こう基板とか回路で押そうと思ったんですけど、まあ、フラッシュの電源ってすごい、ここに書いてあるという300ボルトですね。うん、まあまあ、電子回路ではね、電圧が高いので、ね、そう、なかなかちょっと難しいということで、じゃあ物理的に押してしまえっていう、なんか、そこの潔さも面白いですよね。で、かつ、フラッシュライトっていうのは多分なかなかないので、あの光物を我々の中見てる中でもなかなかないけど、この素材として当然光として、ね、可能性ありますよね。またちょっとそういう今までの LED みたいなものを出せない、こう一瞬の光っていうのを出せるので、これ面白いかなと思いましたね。こう、輝度が強いですからね。そうですね。これはだからなんかそういうフラッシュとかね、使って何か我々も作品作ってみたいなって思わせるようなこう可能性を感じる作品になります。そうですね。フラッシュを焚いて一瞬でなんかこう表示を変えちゃうみたいな演出の仕方も。はい、できそうですよね。はい、はい、ということで、バルスでメガ装置、ありがとうございます。はい、続きましてマイクロビットちゃんです。はい、出ました。こちらは、いや、スタックちゃんというカテゴリーを、ね、作り出してますからね。もともと一つの作品だったと思うんですけど、もはや派生作品が多すぎて、まあ、この後も実はいろいろ出てくるんですけど、スタックちゃんと一つの作品世界を作り上げている。で、その中でも、そう、今回はマイクロビットを使った、まあ、いわゆるスタックちゃんですね、なっているので、まあ、マイクロビットをご存知の通り、この前面の部分に LED が入ってますね。で、まあ、そこで確かに今までもここを使った表現をしている作品っていうのはすごくたくさんあったと思うんですけど、このスタックちゃんというか、みたいな形で、こう、あの、キューブ型の中にこう光らせて、ここで表情を出すと。うんうんうん、まあ、本家のなんでスタックちゃんはここをエンパイアスタック使っているので、そこのディスプレイでいろんな顔とかを出してますけど、うんうんうん、ここはディスプレイがないので、この LED で全部こういう形で表情を出すというのもなんか素晴らしいですよね。これキット販売しないんですかね。そうですよね。これだから、そうですよね。まあ、もともとマイクロビットとか子供向けのね、うんうん、あの、で、いろんなキットとかがあるので、これキットでロボット作れますよとかって言ったら結構楽しそうですよね。ここにまさしくそう今出てる。それはこれを組み上げれば作れるという形だと思うので。そうですよね。あの、スタックちゃんはキット販売されてましたよね。そうですね。メーカーフェア東京でも。そうですね。今データとかも公開されてるんで、そうですね。オープンソースですね。とかみたいな感じになると思うんですけど、これだから、そうですね。子供向けみたいな形だと、これすごく楽しい気がします、ね。うんうんうん。あ、そうですよね。はい。はい、ということで、マイクロビットちゃんでした。ありがとうございます。はい。じゃあ続きまして、ゲーミングによるようになりますね。はい。テロメタープロの仕業ですね。小林美太さん。はい。いやー、これ、はい、完成度が高すぎて、そうですね、ちょっと、ノラ感がないですよね。ノラとしてですね。はい。これでも面白いですよね。まあ、いわゆるゲーミング系と、ちょっと勝手に。あ、ゲーミング系っていうカテゴリーがありますからね。そうですね。これ、ネオピクを使って、そうですね。あの、もともとの、いわゆる、このニョロニョロですね。はい。
にを光らせると、まあ、これはだからやっぱもう光らせる系はものすごいたくさんいろんな作品で、うんうんうん、もう何を光らせるかっていう大喜利みたいな状態だと思うんですけど、やっぱこういう白いですね、何かこう造形物というかみたいなものでこうニョロニョロしているものをこう光らせるっていうのはすごく面白いですね。かつこれトイレで動くような感じになって、ね、すごくあの愛らしいというか動きがなるっていうのはですね、こういうだからケースとかみたいなものでそう売ってるものをこういろいろ光らすのは結構いろんなものが、まあ、ダイソーの製品をいろいろ光らせたりとかいろいろありますけど、これはとても面白いですよね。これこの後多分出てくると思うんですけど、はい、このニョロニョロがこう動かすっていう作品とちょっと被ってるんですよね、はい、そうですね、はい、それと合わせて光らせたらもっと良かったなみたいな、はい、そういう期待をしてしまったりするんですけど、はい、で、これが、はい、ゲーミング、はい、ゲーミングニョロニョロありがとうございます。はい、続きましてスタンクちゃんですね、はい、ね、またスタンクちゃんです、 ですかね。これ僕も見ました、これメーカーフェア東京でちょっとこう触らせていただいたんですけど、はい、これめちゃくちゃ面白そうなんですよね。これもだからなんか完成度が高い。いや高すぎ、高いですね。やっぱ直接見てもそうでしたか、うん、あ、操作感とかそうです、ね、うん、あの赤外線でこう操作してるんですけど、やっぱり、はい、あのああいった人がいっぱい集まる場所だと、はい、Wi-Fi とか、はい、Bluetooth とか電波系はちょっと、はい、あの操作がするときに混乱しやすいので、はいはいはい、Wi-Fi とかで、ね、使いづらいですけど、そうか、なるほど、これはだから赤外線とかを使ってる、ね、うん、その場でできるようになってる、ね、はい、操作性は良かったですね。そうですね、こういう感じで本当におもちゃみたいな感じになっていて、そう、売っててもおかしくないっていう感じですよね、うん、本当に市販それこそね、あのキット販売してもいいんじゃないかなっていう、ね、全然売れそうですね。死んでこの光で当たったみたいな表現とかっていうところをするというところですよね。これ実はこうコントローラーの方は振動があるんですよね。あ、なるほど、これ動画で見ると分かんないんですけど、あ、なるほど、じゃあますますちょっとゲーム性が高いんですか。そうなんです、高いんですよ。なるほど、光でこういうちょっと芸が細かいというか、そう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 、光と振動とこの顔の表情、このスタックちゃんの顔の表情とみたいなので、うん、もういろんな楽しみというか、うん、これ本当に子供とかめちゃくちゃ喜びそうなあれですね。で、こういろいろ操作して、そう、対戦モードがあって、ね、そうなんです。当たり判定が光で表現したり、はい、コントローラーにフィードバックがあったり。そうですね、いや、これ本当に普通に買いたいですね、これ。っていう感じの作品ですね。ね、一緒に楽しめますよね。はい、いや、素晴らしいです。サンクちゃんでした。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、ショーテーブルになります。こちらは、まあ、光る展示台ですね。あ、これもいいですよね。はい、そうですね。この光って回って、そうですね、何でも演出しちゃうみたいな。そうですね。で、これステッピングモーターで、まあ、回り方みたいなところも自由に制御できるという形になってます。こう動きを自分で制御できるっていうのはいいですよね。うん、そうですね。なんで動きと光が両方制御できるので、ね、表現の幅が広がってます。なんで何かしらこう物を乗っけたときに、とりあえず何乗っけてもなんかいい感じになるというところですね。うんうん、いいですね、これちょっと演出台、はい、これこそね商品になってもおかしくないですよね。そうですね、これもなので、まあ、こういうなんかテーブル回るテーブルみたいなのねよく売ったりしてますけど、うんうん、ここでさらにね、あのいろんな光るとかいろんな要素があるっていうのがいいですよね。それこそメーカーフェアみたいな時の展示とかでやっても使っても、うん、展示したいですよね、はい、そうですよね。これも面白い作品です。はい、ではショーテーブルでした。はい、ありがとうございます。これ動画最後まで見なかったですけど、NG 集がね、あ、あのちょっとあったりして、はい、 その辺も、はい、最後にその NG 集、はいはい、あのジャッキー・チェンの映画的な感じで、はい、終わるっていう演出もちょっと手が込んでてよかったですね。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、はい、クライングベイビーですね。いや、これも完成度が高すぎて、ちょっと、はい。そうですね。はい。これ、まあ一応、あの、光る部分があるんで、光のカテゴリーということで、一応、はい、見させていただきましたけど、ネオピクセル使ってるんですけれども、ちょっとこれね、あの、プロダクトとしての完成度が高すぎて。高すぎて、ノラハック。光り物どうだとか、ノラハックどうだっていう感じじゃないんですけれども。候補に含めるか含めないかみたいなところでね。本当の子供、赤ちゃんみたいな感じで、もうあらゆる、もういろんなセンサーであるとかっていうのがついていて、そうですね、こう。表情を見せるとかで、まあ、その中でもこう LED を使った部分っていうのは、ほっぺたの部分にこう LED が、ね、赤くなったりとか熱を表現したりとか、ね、熱が出てるみたいな時に、この
そうですね、そうですね、こういう感じでほっぺたが光るということで表現するっていうので、そうですね、これでもいろんなとこ光らせられると思うんですけど、ほっぺたにしたっていうところも面白いですよ、ね、が一番いいっていうふうに話したんですけど、実際の赤ちゃんと同様にあやさない限り泣きやみません。バッテリー充電は首のコネクタから充電します。本当にロボットですね。リアルですよね。リアルすぎて怖いという感じがしますけど、少し怖い感じはしますけど、はい、でも素晴らしい。はい、こちらクライミングゲイ、はい、デイゼロだから多分これバージョンアップを、ね、そうですね、予定してるんだろう、まあ、このね、さデイゼロでこのレベルを、うん、やばいですね。はい、はい、ありがとうございます。で続きまして、はい、またバスタンクチャ、バスタックチャですね。お、バスタックチャです、ね、あ、これはあれですね、はい、バスの方向指示器とか、はい、テールランプを表現するやつですね。スタックチャンシリーズの、今度はバスにしてみようっていうやつですね。これやばいですね、やっぱりスタックチャン の, そのカテゴリーがあって、開発素材にこう、アイコンが存在するバスがね。そうですね、スタックちゃんもそうですね、これバスにしていて、この中に LED テールがですね、はい、入ってると。そうですね、だからやっぱ光らせようっていうのは、本家のスタックちゃんは確か光らなかったと思うんですけど、やっぱね、これも当然簡単にこういうファイルスタックとかだったら LED に光らせられますので、光らせたいみたいなのを、ね、やってみたいっていうふうになるんでしょうね、スタックちゃん。そうですね、あのディスプレイに顔を表示するっていうのがもともとなんで、うん、そうですね、LED を光らせるっていうのは、うん、なんかオプションっていうか拡張なんでしょう ね, そうですね、これだから方向指示器とかバックライトっていうか、ね、バスストップするときに、うん、まあ、赤くなるみたいな、まあ、本当のバスをちょっと模しているという形で、うん、表現を追加していると、スタックちゃんに表現を追加しているような感じですよね。あ、これ回転台の表現そうですね、はい、ですね、はい、これラジコンみたいに動かしてもいいかもしれないですね。あ、そうですね、これ駆動はしないんですよね、多分。あ、これは駆動はしないですね。そうですよね、はい、だからそうするとラジコン的なより、うんうん、まあでも当然その辺の制御できると思って、ね、止まろうとした時にモーター制御してみたいなことができると思うので、はい、そうすると左でも当然多分考えてもいいかなと思って、ね、あ、そうですね、はい、こちらがバスタックちゃんでした。いや、素晴らしいですね、ありがとうございます。はい、では続きまして、サイバードラレコ方向指示器になります。あ、来ましたね、はい。さっきのあれですね。そうですね、はい、先ほどありました自転車に方向指示器じゃなくて、レーザー、先ほどはそうそう、レーザーと、まあ、光があるみたいなものが、なんかバージョンアップしてる形で。いや、このトランスフォームが最高ですね。変形テールランプがつくっていう形にバージョンアップしてるというものになります。そうですね。でも、これはもういろんなものがついてる。方向指示器。先ほどのアレコであるとかっていうのが電車にくっついてるという形ですね。これ我々が小さい頃というか子供の頃、その自転車結構改造しましたよね、はい、そのデコチャリじゃないですけど、はい、そういう感じで、まあ、それを思い出させる改造がされているでした。すごくいろんなパーツをゴテゴテゴにこうつけまくってるっていう、いや最高ですね、その中でも光がやっぱりにこだわりがある感じがしますね。あのレーザーの部分と、そうですと、次はこの変形ですね、ここですよね。いや、かっこいいよね、トランスフォーマー感がある作品ですね。これは走ってたらやばいですよね、子供がめっちゃいい。いや、僕多分ね、小さい頃これあったらそこをつけてましたね、自転車で、はい、で改造するっていう、はい、これは、いいですね、変形はロマン、いや、分かってますね、価値観が似てるなみたいな、はい、はい、じゃあサイバードライブ方向指示器、ありがとうございます。続きまして、グローイングエアバブル、これもあのバージョンアップですね、はい、こちらは 2D から 3D に進化、そうですね、こういう形でその液体の中を気泡がこう上に上がっていくのを、光でこう照らす演出してますからね。でこの気泡の出し方によって、まあ、絵を描いていくみたいな感じになりますね、うんうん、これも大垣ミニメーカーフェアに出展されるとかされないとかっていう、はい、これはぜひ、ね、見に行きたいですね、実際に見たいものなんですよね、はい、これもそうですよね、前から以前から作られているものをバージョンアップしているという形ですよね、うん、これ野良感ないですよねプロ感しかない、プロ感しかないってことですね、はい、これもまたいつ商品になってもおかしくない感じですよね。こうじゃ自由にこういろんなものが、このゆっくりでこう上がっていくっていう、この辺もだから時間の長さを感じる、そうですよね。でそういうノウハウが
当然いろんな研究の結果あるんでしょうね、うん、このちょうどいい感じですよね、ね、ずっと見せられる感じが、うん、そうですね、ゆっくり、はい、ゆっくり上がっていく、そうですね、でそこにこう光ですねの演出が相まってちょっといい感じですよ ね、 いい感じですね、これ暗い部屋の中でゆっくり見てたい感じですね、うん、これ立体になるとさらにねこう横から見てみたりとかっていうのができる、そうですね、見る角度によってね違いますからね、あと表現力が増していると思いますね、いやこれ本当に実物見てみたいので楽しみにしてます、はい、はいはい、じゃあグロイングエアバブル 3D ディスプレイでした、ありがとうございます、では続きまして、これかシャイニングタップシューズですね、あいいですねこれも、はい、タップシューズもね、はい、あの継続して作られてますよね、はい、はい、そうですね、こちらは、ダンスですねのタップをすると、その音とか、動きみたいなものが光って演出がこう伝わるとですね、まあ、ここ今説明されてますけど聴覚障害の方向けにぜひこうタップの音とかみたいなところを伝えたいというのが、元々の動機、ね、モチベーションとしてあるということですね、はい、これ私も見たんですけど、はい、やっぱり実装が距離センサーで、はい、あの判定してるんですよ ね、 すね、加速度とか、はい、あと音とかタップの音とかで判定するのかなって思いきや、はい、距離センサーで判定してるっていうところはちょっと意外でしたよね、そうですね、ここはなかなか確かに珍しいかもしれないですね、まあ、やろうとするとやっぱ動きとか振動的なものであるとか音でまずやろうかなっていうのがちょっと思いつく感じなんですけれども、うん、距離でやるっていうところがいいですよね、タップダンスで大切なステップの音、これであの光らせるために一瞬暗くなるじゃないですか、あれも演出なんですかね、はい、暗い中でそのタップダンス、タップの音が聞こえるっていう、うん、そうですよね、だ普通は多分当然あの明るいところ明るいところでやりますね、タップにやると思うんで、そうですね、だからこれはだから、そう実際に、ダンスするときのおそらく暗いところを、うん、暗くしたりとかみたいな演出込みでやるのかな、なるほどいうのが面白そうですよね、はい、これはなのでこれでも距離だから音がうるさいところでも全然影響受けないですし、はい、そうですね、はい、その周りの影響を受けないような実装してるっていうのも多分工夫が見られます、ね、おそらくそこら辺も実際にこの方ダンスタップダンスを踊る方なので、うん、まあ、実際にこう使ってみてのノウハウみたいな形なんでしょうね、これは。それもなかなか確かにあの現実的なというか、うん、あのそういう実装力が高いですよね、そうですね、面白いですね、はい、シャイニングタップシューズでした、はい、いやありがとうございます、はい、続きまして、開けちゃダメな声、あーいいですね、開けちゃダメだけど開けたくなるみたいな、はい、そうですね、これはもうね人間の本源ですよ、開けちゃダメって書いてたら、うん、開けちゃうみたいな、そうですよね、玉手箱と一緒ですよ ね、はいはい、そ, うですね、でそうすると開けちゃダメっていうのもそうですね、これレーザーで照射しちゃダメなんですよ、そうそう、ね、レーザーやばいじゃないですか目に入ったら危ないですからね、そうですね、光と音で、うん、通知して、で、LINE に通知が来たりすると、そうですね、みたいな、まあ、これ、モチベーションは何なんですかね、これだから、あとはそうですね、多分あの医療現場でみたいな感じで、そう、子供とかが薬とかですよね、だから、うん、をもう勝手にこう中にあるものを親の目離れて、うん、あの食べちゃうみたいなところがあるようですね、うん、はい、なので、もうシンプルなものですけれども、まあ、そういうニーズがあるっていうところだし、まあ、光とかっていうところでやっぱダメですっていうの分かりやすいですよ、ね、うん、はい、開けちゃダメな箱でした、はい、じゃあありがとうございます、はい、じゃあ続きまして、これが リベイっていうんですかね、リベイですね、はい、こちらは多分リロード、あ、来ましたね、はい、あ、これもレオサイズの、ね、そうですね、指定ですね、これ、はい、プロの手技ですけれども、はい、これもちょっと可愛いですよね。すごい、いわゆる卓上ライトなんですけれども、こちらがこう動くという形で、動きもなんか細やかで、で、このライトの部分がまさしく LED ライトで、そうですね。で、ネオピクなんてこういう形でいろんな色っていうのも光らせられると。これ最初見たとき、ピクサーのロゴを思い出しました。はい、ですね。あの映画の一番最初に見たやつですよね、はい。まさにそれが現実に飛び出してきて、ね、うん、飛び出してきて、映画の世界でこう遊んでる感じがあっていいですよね。こういう形にヘッドも付け替えられたりするっていうことなんで、これも本当におもちゃとして出てきてもおかしくないっていうか、欲しいっていう感じがしますね。これもキット化販売を、なんかね、ホームリストがあったりとかして、すごいですよね。はい、
すごい細やかにね、コストダウンしようみたいなことを考えているとか、うん、そうですね。パーツをね、減らして、ちょっとプロ感がある感じですね、うん。そうですよね。はい。ですので、これはぜひ作ってみたい、欲しいって感じの作品ですね。はい。はい、じゃあ、リベンジした。ありがとうございます。はい。続きまして、彼女の怒りを早急に鎮火、いや、むしろいいですね、怒りを遊びに転換したいという作品になります。ドットマトリックス LED といえばノラカンですからね、はい、まあ、これはもうなんか一発ネタみたいな感じの作品なんですけどこの氷結のね、カーブを使ったとこも素晴らしいですね、はい、ですね、これすごい音なんですよ、バリ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 っていう、はい、そうですね、怒りを表現する、怒りを表現するとね、で彼女が怒ると怒りボタンを押しますとか、そうなのかと本当に怒ってるのかって感じですけどね、はい、ボタン、この動画を作るときも怒ってないですからね、そうですね、はい、でそれするとそれがこうマトリックス LED でこう表示されるとそうですね、ブチ切れてますよとそうすると、ボタンを押しますと、でそうすると、反応時間がね、何秒の下がによってこう愛が伝わるということですよね。本当かよって感じですけど、ね、本当にそうかなみたいな、ね、これ怒りをいじってる時点でもう怒りをなんか倍増させるんじゃないか、完全にネタ感はありますけど、はい、まあ、そういう時にやっぱ LED 使ってるって分かりやすいです、まあ、この動画は面白いですよね。で誤りの電話を入れているみたいなね、はい、世の中の男性のこう代弁をしてくれてるっていうのはいいですね、はい、ということで、はい、彼女の怒りを早急に鎮火作品でした。はい、ありがとうございます。業務ですからね、しかもかっこで業務らしいです。はい、で続きましてトピコですね。あ、これはすごいファンタジー感があっていいですね。これもだからちょっと光物じゃないっていうか、光物っていうかっていう感じなんですけど、ですね、この、 あの空中像を、あ、そうそうそう、この残像を出すっていうのがいいので、そうですね、はい、この再起透過光学素子とかっていうのをハーフミラーを使って表現しているので、うん、まあ、これもちょっと光モデル分類にさせて我々としてはいただきましたっていうところですね。このトイレもあれ可愛いですよね。なんですけど、これがだからこの後にここですよね。ここに出てきたやつが、ね、まあ、物理的なトイレなんですけど、素晴らしい。ここにだから空中に浮いているように見えるっていうのが、うん、この光とハーフミラーとかを使って出しているいうのもすごいですね。これ本当に実際は見てみたいです、ね、見てみたいですね。そうなんでしょう、これ見ないと分かんないですよね。これ多分そうですね、映像で見るとなんかね、本当に CG で撮ってるみたいになっちゃいますけど、そうですね、物理的に見ると多分すごい不思議な感じに見えると思うんですよね、おそらく。ここですね、このこうハーフミラーとかを使って後ろからディスプレイからこう、照射した映像みたいのを空中になんか出てるように浮かんでるように見せるっていうね、ですね、はい。いや、これはちょっと実際に見てみたいですね。うん、見たいですね。楽しそうな作品ですよね。私、まあ、いろんな表現ができそうなので、面白いですよね。まあ、こちらがトピコ。はい、トピコでした。ありがとうございます。はい、じゃ続きまして、これが、これ、読み方は分かんないですよね。僕当時なんですかね。はい。木や頭身とか分かんないですけど、これは、信号機を地面に置きましょうみたいな。いや、いいですね。これ実際に信号機がアニメーションするっていうのはね、海外でもありますからね。はい、そうですね。こうそうですね。今時はみんなね、こうスマホとか、うん、下を見てるんだと、上見てないと。まだそれが危険だ危険だというのもいいかもしれないが、うん、じゃあむしろ下に信号あればいいんじゃないか、うん、みたいなね。そうですね、はい。地面に LED パネル埋め込みたいですよ、ね、はいはい。そうですね。確かにそれはそうだっていう感じが思いましたね。これだからそうですね、本当にだからそういうふうに置いてみほしいって感じがしますね、うん、確かに地面にあった方がいいんじゃないかっていう気がしますね、うん、そうですよね、ストップとかね、下向いてるから分かりやすいですよね。もうね、スマホを見る世界を肯定していくとあ、そう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 、そういう現実を受け入れていくっていうね、はい、じゃあそれをね、解決するためのソリューションみたいな感じで、うん、とても現実的な作品だと思いますね。はい、じゃあ僕と王子でした。はい、ありがとうございます。続きまして、ハートフルファンですね。あ、これもいいですよね、はい、こう推しを光で表現するっていう、はい、そうですね、ハートを振った回数でこう
感じですね。まあ、今時はなんでね、あの声出して応援とかできないですからね。そうそう、いうところがあるので、まあ、でもうちわをこう光らせる、こちらね、うちわをこう振った回数によってどんどん色が変わっていく。最後はレインボーになって、マックス状態ですね。マックス状態の感情を表すみたいな。そうそうそう、やっぱみんな声出したいんですかね。そうですね。いや、出したいですか。いや、でもだってライブとかだってやっぱ声出したいっていうことですよね。だけど完成とか出せないんで、そこをこう可視化するというところの加速度センサーと LED テープを実際に、これもだから、まあ、でも元々はね、レインボーの棒とかもあるじゃないですか、そうそう、そういうもので1話も光らせてもいいんじゃないかっていうのは全然あるんですよ。いや、これも、ね、商品化されてもいいと思いますけどね。売っててもおかしくないですけどね。そう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 、そのうちわの持ち手のところにね、こうはめてカチャッとはめるだけでいいですよね。で、うちわもね、あの普通に、ね、あの売ってますからね、としてよく使われてるんですよね、はい。じゃあこちらがハートフルファンでした。はい、ありがとうございます。続きまして、ゲーミングカップ麺タイマーですね、はい、こちらもプロの仕業感がある作品で、ね、そうですよね、はい。これ回転しないんですよね。あれ回転するんですか。これ見せる、回転したら、あのさっきの、あ、そうですね、確かに。作品とほぼ同じみたいな。だけど、まあ、みんなやっぱ土台を光らせたいというですね、うん。でも今回はだから、ポイントは面タイマーっていうことで、だから結局、まあ、アイディアとしては、そうそう、同じようなものなんですけども、そうなんですよね。そうだけど、こう、ここはだから、このカップヌードルの面が実は光るんじゃないかっていうところにおそらく気づいて、うん、あのそれをじゃあそのまま下から光らせたっていうのと、あとタイマー機能ですよね。うんうん、をつけて実用性を組み合わせるっていうところで、それぞれはね、タイマーも別に簡単に作れる形ですし、ね、まあ光らせるのもこう、さっき言ったいろいろあるんですけれども、これを組み合わせるのもいい。これ以上多分押すと、なんか重さを検知しちゃうんじゃないかみたいな。うん、そうですね。これなので、そうですね。だからでもその組み合わせで、まあこれも書いてありますけど、まあもともとネコビットさんという方が作られてる、ゲーミングでドデカ小数剤っていう同じような下からこうね、ドデカ小数剤ですね。小数剤ってあの、すごく透明な部材なので、すごくよく綺麗に光るんですけど、それ光らせてるっていうのを見て作ったということで、で、これね、だし、同じようなので、カップ焼きとかとか光らせてる、サイバーオーカンとかで光らせてるっていうのもある。ね、やっぱもう本当に組み合わせみたいなんです、うん、でもこれはタイマーでまたちょっと違うんですね。それぞれと似てるようで重なってるようでちょっと違う、うん、必要性みたいなのが入ってくるので、そういうところが、ね、私これやっぱカップヌードルすごい綺麗ですね、確かにこういう白い発泡スチロールとかっていうのは LED そのまま見るよりちょっとこうぼやっとするのですごく綺麗なんですよね。やっぱ素晴らしいね、これもいいですよね。もう本当に売れそうな、なんかドンキーあたりで売ってそうなね、なんか作品になります。はい、ゲーミングカップ麺タイマーでした。はい、ありがとうございます。はい、続きまして、これ桃源郷っていうんですかね、まあ、名源郷。あ、はい、これもあれですね、ミニチュア感があっていいですね。あ、そうですね。これもちょっとものすごいプロダクトとしての完成度、完成度高いですね。と言いますか、そうですね。これはなので、まさしくこの豆電球なんですかね、電球が後ろにありまして、うん、ここにこう、こう映写機みたいな感じで映写機の ね光がくるくる、このねカム構造がいいんですよね。私このその機構がやばいよね、これわざわざちゃんと回るんだよね。そうですよ。でここでこうなんでライトからこう、うん、あのフィルムをフィルムを入れるんですね前にね。そうですね。でそれをまあ後で出てきますけど入れ替えとかできるので、そう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 、8枚の映像をくる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 回ることでここに映像といいますか動きですね、まあ、ちょっともう原始的なアニメーションみたいなものがこうパラパラ漫画みたいなのがこう表示されてこう壁に映ると、この機構がねこれわざわざこうですね、ジェネバードライブかっこいいですね。そうそう、なんかステピングモーターとかで回せばいいじゃないかみたいなことじゃないんですね、これは機構がいいですよね。このメカニカルな機構、ね、これはそうですね、だからここの光を見るだけじゃなくてこの機構自体も見るっていうのが多分楽しめる。そう、この入れ替えもね、ああそうそうそう、いいですよね、楽しいですね。ミニチュアの入れ替えで、そうそう、完成度が高いですね。もうだってそれこそこのフィルムもこう展示台みたいなのがあって、これやばいですよね。そうそうそう、があって、そうですよね。このこうメカニカルなところ自体が楽しいっていう感じですよね。いや、これもオブジェとしては非常に完成度高いんで、うん、そうですね。発売されてもおかしくないかなっていう思いますよね。これはとても素晴らしい、楽しいという感じでしたね。はい。はい、桃源郷ありがとうございます。はい、で
次が歩行エン、うん、リハビリエンタメシステムですね。でエロディーシューズか、はい、こちらも、まあ、ちょっと実用といいますか、リハビリですよね。歩けない子どもたちがこうやってリハビリをするんですけれども、うん、やっぱね単純にリハビリするだけっていうのは、ね、やっぱつまんないとか、ね、本当に単なる作業なので、うん、でそれを少しでも楽しくできないかって、うん、でこういうなんか乗り物みたいなものにしたりとか、うん、音とか光ですねっていう、こう、いろいろなもの、あとは、足の振動ですかね。うん、っていうのを、こう、作ることで、ちょっとゲーミフィケーションというか、ゲーム的にしていくと。いや、いいと思います、本当に。辛いね、そのリハビリっていうのを楽しく。ね、少しでも楽しくしようと、うん。モチベーションを高めようという。そう、こういう形で、なんか、音とか光が出て、ミッションをクリアしていくみたいなことをしていくと。で、とても楽しいですよね。いいですね、これ。演出、最高ですね。そうですね。これも開発がね、ずっと継続されてる方なんで、そうですね、ゲームをクリアしたね、弟が最高ですね。そういう時にやっぱこういう動きの光にですね、うん、LED テープはすごく、使いやすいというか、ね、子供に受けやすい要素だと思うので、いいですよね。ゲーム感がありますね。いや、ゲームクリアした音、やっぱりテンション上がります。テンション上がりますよね。ドラクエみたいにね、レベルアップの音楽流してもいいですよね。確かに、確かに。レベルがね、レベル2になって難しくなるんだけど、クリアした時の喜びがある、ね。どんどんゲーム化していくっていうことは、そうですよね。はい。はい、メロディーシューズでした。はい、ありがとうございます。続きまして、気分はシグナルですね。はい。あ、これも信号機をいじる、ね。はい、そうですね。こちらも光物なんですけど、信号機っていうね、切り口になりますね。これも本物の信号機ちょっといじりたいですよね。あ、そうですね。これ出かけじゃないですけど。だからまあこれ本当にシンプルに LED を光らせていると、うん、まあ言ってしまえばそれだけなんですけれども、これ信号機になることで表現がなんかまあ新たなね、うん、ものになるとか、新たな価値を生み出しますというか、確かにこれ本物の信号機をハックしたらすごい楽しそうです、ね。やばいですよね。そうですね。本当に手に入るかどうかわかりませんけれども、ね、中身の仕組みもよくわかりませんが。そうですよね。そうですね。でかい信号機でなんかやってみたいですよね。スマホからとか動かすのめっちゃ楽しそうですけどね。そういう作品を誰か作っていただきたいですね。うん、前なんか信号機の丸目玉1個だけを L 字化やってた人がいたんですよね。そうなんですね。そうなんです。じゃあ制御できるのか。制御できる。あ、それこそだから信号こういうパリピモードで本物の信号を覚えたら、そう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 、みんななんか交差点で混乱するんじゃないかみたいな。めっちゃ楽しそうですけどね。交差点レイブみたいな。あ、そう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 。渋谷のね、スクランブル交差点でやるとかね。そういうイベントの時にやってみるとか、やれないとか。そんなあったらすげえ楽しいですよね。春ね、ハロウィンとかでやってほしいですけどね。そうそう、ハロウィンの時ですよね。そしたらみんななんか、やばいです。今以上の盛り上がりになっちゃいます、ね。盛り上がりになっちゃいますね。はい、逆にそれをやるから、こう、みんな落ち着けよみたいな。制御できるかもしれないですね。うん、じゃあ以上、気分はシグナル、はい、気分はシグナル、これもちょっと可能性があってですね。で続きまして、夢 LED ベスト、夢 LED プラスになります。はい、じゃあ動画を見ていきましょう。はい、ちょっとこれ芸人さんの説明をお願いしたいんですけど、ね、これもともと夢グループっていう会社の通販番組ですね、をモノマネ芸人さんがモノマネしてるっていうのがちょっと話題になったりしてるもので、それを知らないとね、半分面白くない店がなくなってしまうという、この社長とこのアシスタントの女性がちょっと、より独特のやり取りみたいなところを再現しているというのが、まずこの動画の見どころになります。で、まあ、作品自体はこうブレスレットとまさしくベストが光って、これはですね、ランニングとかをするときにこういうのをセンサーで速度であるというところをチェックして、まあ、光ったりするんですけど、この面白いところは、これが止まったり、スピードが遅くなったりすると光る。で光ると恥ずかしいですね、みんなに。逆に恥ずかしい方。なので、そこをモチベーションにして走るっていうね。これがちょっと新しいですよね。ね、光らせないために頑張る、ね。光って頑張らせるみたいなのがあると思うんですけど、逆ですよね、ここに止まってしまうと、こう光って恥ずかしいと。なので、走ろうっていうモチベーションになるけどね。いや、なかなか難しい。光の道がね、逆方向を向いてて最高ですね。ね、光になって、こういう声も。光の声も。これで応援されるから走ろうじゃないんですよ。それ恥ずかしいですよ。恥ずかしめられないために頑張るよ。なので、それが街中で発動しないように頑張りましょうみたいな、ね。なるほど。それが珍しいです。いや、珍しいですね、この使い方は。こういう考え方もあるかっていう感じですけど、ね。
でもですね、とても恥ずかしくなるので、そこをキープし続けると。新しいベクトルが生まれて最高ですね。こう恥ずかしくならないために、光らせないために頑張るっていうジャンルっていうのが、たくさんあります。珍しいジャンルだと思います。同じ光り物でもそうですね。この手の光も結構あるんですけど、このモチベーションは珍しいかな。さらに、今始めるのが、国際中で最高です、ね、恥ずかっこいいどうかを調べて、はいはい、危ないことを周りの人にもお知らせできます。はい、ありがとうございます。はい、じゃああと残り2作品ということ で、はい、アニメ館になります。これもさっきの映写機と一緒ですよ ね、まあ、そうですね。このストロボを使って、ですね、こう壁にあのそうです、ね、あのアニメーションを照射するという意味ではその映写機のあさっきの逆バージョンですね。同じような感じなんですけれども、光が漏れるのではなくて、ね、光を焚くっていうことですね。今回はそうですね、あのこの自体がこのガン自体がストロボになっていて、それでこういう形ですね、アニメーションするようなものをオブジェクトをくっつけてぐるぐる回しながら、壁に映写するとアニメーションが表示されるという形になりますね。これもだからフラッシュですよね、うん、だから普通に LED の使い方じゃなくて、うん、こうフラッシュとして使うっていうのがそうですね、さっきもありましたけども、ね、まあ、なかなか珍しいというか、ね、ストロボ系フラッシュ系のジャンルかなとは思いますけど、これで着脱がいいですよね。マジックテープ で、 そうです、ね、簡単にでいろいろ簡単にアニメーションが作れるっていうのも面白いですよね。うん、そうですね、これもなんか作ってみたいとか、あれもフラッシュの作品でやったことがないので、うん、ちょっと試してみたいですよね。ストロボを描くっていう。そうですね。でこれ構成を見ると、アルディーノにまあ白の LED っていうのを使っているので、ね、パワー LED これすごくないですか。そうですね。これフラッシュだけど、これなんか普通のそう LED でこんなになるんですかね。こんなに光量出ないですよね。そう、光量がかなり高いと思いますけど、うん、ですね、だからまあ逆に言ても手に入るような部材で、なんかね、専用のフラッシュのなんか道具なのかなと思ったら、全然違って制御してるだけみたいな感じなので、これぜひ作ってみたい作品ですね。そうですね。はい、これは面白いですね。モーターの動きとね、フラッシュを焚くっていうタイミング合わせないといけないですし。そうですね。まあ、ここだからで、なんか全体を光らせてるから逆にそういうあれかもしれないですね。あのタイミングを動機とかなんて、とにかく光らせれば、あの、なんか映るみたいな。そうそう、なんか映るみたいな感じになってるのかもしれないですね。はい。アニメ感。はい、アニメ感でした。ありがとうございます。では、最後の作品ですね。最後の作品は月光になります。はい。これ虹を作るんですかね。そうですね。こういう形で壁にこう虹を照射していると思うんですけれども、うん、これがなんとあれですよね、CD ですよね。ハングリーはあったもので、確かにね、CD の、 あのピカピカしている面をあの光当てると確かに虹色に光ってますけれども、うん、これを使って、虹を作るという作品で、なかなか光物の中でちょっと珍しいですよね、うん、虹を作るという作品は今までなかったと思うんですけれども。そうですね、ネオピクで虹を作り出すのかなと思いきや、これは分光して、そうなんですよね、物理的にこう、そうですね、光を分光していると。この真ん中のロボットアームですね、こちらにこう、ここに見えた CD が先ついてまして、うん、で周りのアームですねはこういう形でこうミラーですね、ミラーになって反射させて反射板になってます。そうですね、これを組み合わせることで、こう壁にメインのものが今、虹を映してますけど、周りのこう鏡にも反射させたりして、うん、さらにちょっと複雑な虹を、複雑な動きというかね、虹を作り出せる可能性を秘めてるよね。そうですね、これはちょっと珍しいですよね。しかもこれロボットはロスでガチで組んでるっていうところ、そこもなかなかガチ感がありますよね。そうです、ね、この照明のムービングライトみたいな形でこう動くっていう形で、うん、とても面白いですよね。反射板ムービングライトっていうカテゴリーも生まれそうで、ちょっと楽しみですね、これは。そうですね、これだから確かに反射させるっていうのもね、なかなか何か LED とかをね、別にもう反射させても確かにいいかもしれないし、ちょっと反射板っていうのは新しいかもしれない。光物と相性はいいですよね。相性はいいですね。ですよね。なんか何でも光らせたら、反射させたら面白そうな感じがしますね。いやー、ちょっとこれは今後反射板もそうだし、はい、あの 半分こう、はい、透過して半分跳ね返すっていうのもありましたよね。確かにそういうハーフミラー的なやつ、うん、ハーフミラーも今後なんかそういうものを組み合わせるっていうのは確かにある、ね、新しいジャンルであるかもしれないですね。はい、こちらはい、すごい綺麗な作品でした。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、32作品全部、はい、見ましたけど、はい、何か印象に残ったものとかありますか。はい、そうですね、
全体的に今回やっぱゲーミング系というあのいわゆるメインのものに光るものですね、それをなんかこういろんなものと組み合わせるみたいなのがすごい多かったかなと、うん、まあさっき出てたゲーミング鮭とか、うん、みたいなとかドデカ、消臭剤みたいなのも、うん、流行ったりしてましたけれども、まあ、なんかこうねあのいろいろなこう市販品でもあのライブラリでも斜めに光らすみたいな簡単にできるんで、それをこう何か市販品と組み合わせるだけですごい面白くなるので、うんうん、ぜひそういうのハードル低いのでそういうの作って、うん、あの作品どんどん作ってまた見せていただきたいっていうのを思いますね。そうですね。あと新しいそのカテゴリーみたいなのも今回いっぱい出てきたと思っていて、例えばあのスタックちゃんをこういじるんだけども、はい、あの元々のスタックちゃんは、はい、あの光り物ではないので、はいはい、それと光り物を組み合わせて、オマージュじゃないですけど、はい、いろいろ出てきたかなっていうのもあるし、はいはい、まあ、今回はその、そのゲーミングお立ち台じゃないですか、ステージですかね、はい、あれも何種類か似たようなものが出てきたんですけど、はい、まあ、ちょっとずつ違う、そうですね、機能ついてる機能がちょっと違うとか、そうそうそう、はい、それでなんか差別化をこう図ったりとかっていう、はい、だから同じようなアイディアなんですけど、ちょっとそれぞれのコンセプトとかね、機能がちょっとずつ違うみたいなのが結構確かにありましたね。いやちょっと今後もちょっと光物系を軸にそれと何かこう組み合わせた作品が出てくるといいですよ ね、はい、すね、まだまだ光物可能性がもうまだ無限大ですね、はい、まだ あるということが、はい、あのまだまだと分かった作品が今年も多かったと思います、はいはい、ということでこれからあの審査に入りますけども、はい、難しいですね、はい、どれか一作品を選ぶっていうのはたくさんありました、はいはい、では、しばし休憩を挟んだ後に、はい、今年2022のノラハック賞を発表したいと思いますので、はい、皆さん楽しみにお待ちください、はい、発表は12月、そうですね、決勝が12月10日でその後にあの個人スポンサー賞の発表という予定になってますので、はい、審査の模様は早めに、公開したいかなと思いますけども、結果の発表については決勝の後に、公開したいと思いますのでそれまでお楽しみにということで、はい、今日はこの辺で審査発表して、終わりにしたいと思います。では皆さんごきげんよう、はい、ごきげんよう。